内でドイツ語を勉強しませんか？概要欄を見てきてください。ドイツ人の恋人がいたりしませんか？ツイッターの中でドイツが好きでドイツ人の、 あの彼女がいる人、ドイツ人の彼氏がいる人、まあ、そういう人をあのうちをフォローしてくれて結構嬉しいんだけど、たまになんかあの恋愛相談されるんですよね、ツイッター で最近本当になんか恋人が会えなくて寂しいとかちょっと辛いとか、まあ、そういった方が増えてる中、あの ドイツはですね、恋愛ビザをあのスタートしたんですよね。であの実はちょっと社会問題としてドイツ国内はですね、結婚する人の数が非常に減っておりまして、あの結婚しないっていうあの形を選ぶあのパートナーだから、まあ事実婚っていうか、なんかもう普通に結婚しないで一緒に住んでる、まあ、恋人同士のままでずっといられる人結構いるんですよね。であの それがあのこう例えばあの海外の方の場合だと、今コロナの中だと一人がこうドイツ入れない状況なんですよ。なんだけど、それがちょっとなんかひどいじゃん。結婚してないかもしれないけど、もうなんか愛で繋いでるし、なんかこうね、あのこう恋人の同士が会えないなんて、なんかこうなんかひどすぎるみたいなことで国内でめっちゃ議論されてて、であのどういうことになったかというと、あのドイツの結構あの偉い政治家の人がもうそのなんか愛も必要だって言って、なんかビザをスタートさせたんですよね。何が必要かというと、そのドイツの中に住んでるドイツ人からあのお手紙を書かないといけないんだよね、推薦状みたいな形で。あとあの2人で同時になんかこう今付き合ってますみたいなのサインしないといけないんだよね。これね、もしね、ラブラブの写真があったら写真貼ってもいいし。で、次はあの以前なんか会ったことのある人の関係を証明するあの証明書、つまり、まあ、恋人だったら何回か、まあ、会ったことあるでしょ。だからそのなんかパスポートのスタンプとか、前こう飛行機でこう会いに行ったことがあるのであれば、そういうなんかこうコピーが必要だとします。で、それからですね、ちょっとこの動画を出してちょっと遅くなったのも申し訳ないけど、8月、10日から可能で、だから手続きが多いんですよね。でも、しっかり手続きやれば可能っていうのが、あのもちろんその、なんかさっき言ったように、なんかこう、お手紙とかなんかいろいろあるんだけど、それだけじゃなくて、あの飛行機でドイツに飛んだ後は2週間隔離しないといけないので、あとあのコロナにかかってないことを証明できるテストもあの起こらないといけないので、この動画役に立ったらいいねボタンを押してください。